宇宙歴0094、過去の栄光を求め11人の仲間たちが冒険の旅に出た。またしても全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を地にたらしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから時は流れ、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めてカロピウス軍団が今旅立つのだ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんちゃって実況パワフルじゃなかった。おしゃべりバロデュース。